イタリ聖書は宗教的建築物の最も神聖な場所の故障として幅広く用いられている。エジプトの神々を建て祀った神殿や聖書の幕や及び神殿などにおいて一番奥の部屋のことを指す。年に一度、ユダヤ歴の第七の月の十日、食材日に大祭司の実が入ることを許された空間である。アカシアの木枠に布をかけて外界から仕切られた一辺を 十キュビトとする立方体の空間で契約の箱が安置されていた。また、河の祭壇もイタリ聖書内にあり、契約の箱を直接見ることがないよう、イタリ聖書内を煙で満たしたとされる。そして荒野では、イタリ聖書の上空に、昼には雲が、夜には火が止まっていたと伝えられる。列王記上六章の記述によれば、一辺を二十キュビトとする立方体であり、 内壁を彫刻の施された杉の板で覆われ、天井から床に至るまで金が被せられた。そしてこの中には、高さ1九尾ビと翼の長さが5キュビとのケルブの木造2体が設置され、この木造にも金が被せられた。この他の契約の箱が安置されたことや、杉越の祭りの前の食材日に大祭司1名のみが入ることを許された点などは、幕屋と同様である。 バラーム修道院の県境聖堂のイタリ聖書。中心に宝座。七良職がその後方に置かれ、左奥の壁際には王位をかけられた、宝剣台がある。聖教会では聖書及び伝統に習い、聖堂内部に新品と、その補助者だけが入ることを許される場所が設けられ、これをイタリ聖書と呼んでいる。イコノスタスで聖書と区分されている。 イタリ聖書の中心に生体機密が執行され、聖堂でも最も重要な宝座がある。正面左奥には宝剣台がある。聖尺といった聖器物が安置され、生体礼儀に必要な物品を整える宝剣礼儀がここで行われる。イタリ聖書には他にも副音業が宝座に安置されているほか、食材、利きりと取り切り、 リピタといった細具など様々な細具が置かれている。遺構があるのは他の聖堂の場所と変わらない。ありがとうございます。